はい、それでは主の御名を心いっぱい賛美してハレルヤを申し上げましょう。ハレルヤ、イエス様に大きな賛美の口を送りましょう。イエス様、あなたを愛します、あなたを信じます、あなたに従います。前後左右お互いを拍手で歓迎しましょう。アメン、アメン。3つの挨拶の言葉を交わしましょう。最初に、神は最善をなさいます。はい、神は最善をなさいます。2番目、祈れば変わります。祈れば変わります。3番目、あなたは新しい歴史を作ります。はい、あなたは新しい歴史を作ります。ハレルヤ、あなたの皆を賛美いたします。何時の力は日々、何時が求むるところに従わんと。今日も私たちにあなたが必要なすべての恵みを用意してこの一日を加えてくださったことをありがとうございます。今日もあなたの御言葉と聖霊によって、第一ペテロの手紙の神の誠の恵みというものをしっかりと自分のものにして、それをしっかり立派に正しく潔白に健全に実行していくことができるように、この時間も導いてください。背後で祈っていてくださる方々の上に主が年頃にお報いくださいますように。御手に委ね、期待してこの祈りを聞いてくださったと感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。ではよろしくお願いします。ペテロの手紙をひも解いておりますが、ペテロの第一の手紙の5章の12節の中で、まずペテロ自身が、私がおすすめをしたのは神の誠の恵みであると。でこの恵みの中に、しっかりと立っているようにと、進めておりました。で1節2節は挨拶で、自己紹介、そして、宛先のクリスチャンの地上的な身分と霊的な身分と、そして上山的な神の祝福の注ぎという祈りでしたね。で3節から、第1の区分がこの1章3節から2章の10節までの中で、私たちは何を受けたのかと、我々の過去のことですね。多くのクリスチャンが自分が救われているけれども、明確な確信に至っていない方が結構おられるんですね。私たちはそういう中で、ペテロを通して神の誠の恵みの確信ということで、でその確信というものの一番実態は何かというと、一章の三節の中で、新しく生まれさせていただく恵みと、第2は五節の中で神の御力に守られる恵みと、そして第3にこの7節の後半にキリストが現れるときに称賛と栄光と誉れをもたらしていただくと。神様は私どもをイエス・キリストとの出会いによって救いに導いてくださいましたけど、ずっと最後の最後まで見てくださるお方ですよね。ヘブル人の手紙の13章にもありますけれども、私は決して決してあなたを捨てない、決して決してあなたを離れないと約束していらっしゃるお方です。このお方は真実なお方ですから、決して見放すことはないということですよね。このような恵みをいただいたというその恵みの実態がそうであるとするならば、私たちはそれを自分自身のものに本当にしていくということが必要ですよね。そこに、実質本当に立場上だけでなくて、実質的に本質的にそういうものになると、ズバリ言うならば、神様がレビ記の11章の44節に書いてあったように、私が聖なるものであるから、あなた方も聖なるものにならなければならない。 Be holy for I am holy と、本当に神様ご自身が清いお方だから、そのヘブル語で清いという言葉はカドーシュという言葉です。カドーシュ、これは全てをはるかに超えておられるという
意味であります。誠の神様はそういう絶対聖なるお方である。でその神様が聖であるからあなた方も聖なるものになりなさい、まあ、これは神様からのなりなさいという命令形ですよね。まあ、気分が良かったらどうぞというものではありません。すべてのクリスチャンは救いをいただくだけでなくこの清めに進んでいかなければならないと、まあ、そのしかし清めということについては誤解があると、まあ、神様のようになってしまうとか御使のようになってしまうとかもう欠点弱点がなくなるとか、まあ、それは清めを高く見すぎる誤解です。かといって低く見すぎるとですね、いや私は人間だからクリスチャンになったとしてももう清められることはないと人間のそういう本質的な弱さ愚かさがあるからもうそう言われたってなれませんと、これは清めというのを低く見すぎているところであります。まあ、それでは清めとは何か、まあ、神様が用意された最高の恵みである、そしてキリストにあるところの清めであると、私たちはキリストにあってだけ清めをいただくことができる。第一コリントの一章の30節に神はキリストを立てられた、そのキリストは私たちの知恵となり義となり聖となり贖いとなられたと書いてますね。まあ、ですから私たちはあくまでキリストにある限りにおいてこの清めをいただくことができると、しかもこれは賜物であると、まあ、救いが賜物であると同じように清めも賜物であります。自分自身の努力で、できるわけではありません。まあ、しかし、私たちはそういう清めということに対してどのように、現実な清めを体得していくことになるか、まあ、それは昨日ガラテヤ人への手紙の中から消極的な方面と積極的な方面を見ました。消極的な方面はガラテヤ書の2章の19節20節で、私はキリストを共に十字架につけられた、まあ、キリストの十字架ということについては3つの私たち理解を持つ必要があります。第1番目は私のための身代わりとしての十字架、まあ、そこに救いがある。イエス様が身代わりになって十字架に命を捨ててくださった、まあ、そこに身代わりの十字架があります。ここに私たちの罪の許し救いがあります。第2番目はここでガラテヤの手紙で言っているように私という自己中心というものが、また5章の24節の肉また情欲欲望、まあ、かつて欲望という名の電車なんていう話題映画がありましたんですけど、まあ、人間の生まれつきのままの性質をそのまま暴走させたら、まあ、混乱と、まあ、そういう事態が出てきますよね。まさに、まあ、ソ連がウクライナを侵攻したと、そしてやめないと、いうようなそういうこれはもう人間のうちにあるもう本質的な弱さっていうか、まあ、罪でありますよね。まあ、そういうものをキリストの十字架に自分もつけると。で第3番目には人間を角明かす第3の要素はこの人間の自己中心欲望情欲第3はこの欲ですね。この世っていうのは私たちが今実際住んでいるこの世ではなくて、世の精神ということですね。世が持っているその内側にあるものですね、まあ、それは神ではなくて人間中心である、それから物質中心である、まあ、それから快楽中心である、まあ、そういう精神がこの世である。このそういう世の精神をキリストの十字架とともにつけると、まあ、これが2番目の十字架で、第3番目は、まあ、イエス様が私たちの救いのために栄光を捨てて
この世においでくださった。そして馬小屋の誕生、30年の大工の小せがれの生活、まあそういう生活を自分がへり下ってなさって、十字架に命を捨ててくださった。イエス様の大きな目的は、そして父なる神様のご目的は、一人も滅びないということです。もう一つ、あらゆる人が罪を認め悔い改めて、この真理を悟るようになるようにということです。でイエス様はその救いを成し遂げてくださって、今私たちに与えられた使命は、そのイエス様の救いを一人でも多くの方に広げ、伝え、導いていく。まあそのためにはですね、私たちの側でやはり犠牲を払っていく、まあ皆さん方が将来神様に身を捧げて、教会とその働きに加わっていく、これはある意味においていろんな制限があるわけですよね。でもそれは喜んで、イエス様の十字架であるこの神の御国を立て上げるための重荷を共に負わせていただいて、使えていく、まあ、そういう意味で、十字架といったら、自分の身代わりの十字架、自分というものが性別せられる、イエス・キリストと共につけられるという、その十字架、清めの十字架、そして第三はイエス様の十字架を負い、それは他の人の罪を負うという意味ではなくて、イエス様の本来の目的である、一人も滅びない、全ての人が救いに導かれる、そのために私たちもそれを重荷として、十字架として負っていく、まあそういう3つの十字架の理解っていうものを私たちはする必要があると思います。まあそういうことで、ガラティアの手紙の中では3つの消極的な方面、自己中心、情欲、この世、そして、この世界、これを十字架に共につける。そして積極的な方面は、ガラティア書の1章の16節の中に、御子イエス・キリストを聖霊によって啓示してくださった、明らかにしてくださった。まあ何といっても、私たちはイエス様っていうお方をどれだけ深く自分の魂の中に聖霊によって明らかにしていただけるか、ね、まあヘブル書の12章2節には、信仰の創始者であり、その完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと言われておりますように、いつでも、クリスチャン生活の根幹はイエス様を見るということですよね。まあそういうことで、このイエス様がパウロも内的に掲示された、はっきりこの御言葉が内側に、明確に、ロゴスとなり、そして肉体となって、イエス様がこの地に神様を見せたように、私たちもイエス様が私たちのうちに、明らかにされる。明らかにされるだけでなくて、ガラテヤ書2章20節の後半では、キリストがうちに宿っていてくださる。本当に、これを明確に徹底すると、私たちはもう自分の知恵の足りなさとか、愚かさとか、力の弱さとか、いちいち言わなくていいんですよ。もう多くの人がですね、神様私は弱いんです、あるかですね、足りないところがありますって一生懸命神様に説明してますけど、そう言うと神様は分かってるって言うんで、お前から説明聞かなくたって分かってるって。まあですから私たちは、本当にイエス様がうちに宿ってくださる、うちに共に住んでくださるということを考えるならば、パウロがピリピ書の4章13節に言っているように、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもすることができると書いてあるね。まあ先ほどの、第一コリントの1章の30節、キリストは私たちの知恵となってくださる。だからまさに、ヤコブの手紙の1章3節の中に、もし知恵の欠ける人がいたならば、とがめもせずに惜しみなく与える神に願い求めなさい、そうすればきっと与えられますと書いてあるんですよ。まあ私も
1971年2年アメリカのフロア進学大学院に、まあ、留学する道が開かれたんですよね、まあ、そして、もう毎日、寝るのは午前3時ぐらいですそして、まあ、朝の授業が9時ぐらいから始まりますので、また本当にそういう生活をしておりましたよね。で、まあ、私は幸いに、まあ、中学校の2年生のクリスマス、いや2年生の12月31日にイエス様に出会って、まあ、スウェーデンの宣教師の方がやがて1人2人3人と中国から日本に使わされてきて、3家族の人が一緒に教えることになったんですよ。で、有賀さんお友達連れてらっしゃいっていう、英語を教えてあげるからっていう。で、私はね、84人連れて行ったんです。どういう手を使ったかっていうと、第一番目はね、お前らスウェーデンの美人みたいかってっていうのは、その3家族の中にお子さんがおられて、またスウェーデンの娘さんはね、金髪でブルーの目でね、もう本当に綺麗な可愛い、子供なんですよね。お前ら美人みたいか、みたいみたいってね。2番目生姜入りクッキー食べたいかって、まあこの頃はですね、マリエっていう森の中からですね、出ている、まあ、生姜が入っているような味のクッキーが出てますが、あの頃はもう全くないですよ、そういう、もう日本はね。まあ宣教師は自分で毎週パンを焼いて、それからクッキーも焼いてくれて、まあよく食べさせてくれたんですね。それから3番目、コーヒー飲めるぞって、まあ、皆さん、私が中学生の頃、75年前はですね、コーヒー店に出入り禁止だったんですよ。いや、あそこへ入ると不良になるって言われたんですものすごい誤解ですね。スターバックスに行って出てきたらみんな不良になってるってそんなことありえない話ですけど、昔はそうだったんですよ。それでね、飲みたくったってコーヒー飲めなかった。ところがスウェーデンの人はスウィーディッシュガソリンっていうんですよ、コーヒーのこと。もう朝寝起きに飲む、朝ご飯で飲む、お昼の前に飲む、お昼に飲む、そして午後に飲む、夕食の前に飲む、夕食に飲む、そして寝る前に飲むって9回飲むんですよ。だから日本でコーヒー屋さんが出してくれるコーヒーは結構濃いですよね。でも夜間の中にたくさん水を入れて、まあ、薄めの日本でいうとお茶というような感じで飲むわけですよ。で、飲ませてくれたんですよ。それから4番目、ただで英語が勉強できるぞと。あ、行く行くって言って84人ところが84人ではね、クラスが大きすぎるんで、まあ、3つに分けてね、教えてくれたんですよ。で、テキストがですね、ジョン・バンヤンっていう人が書いた天路歴帝というね、天国への旅、 The Pilgrim's Progress という、まあ、その英語のテキストを与えられて、そして、先生が少しずつ、まあ、お話ししてくださった。まあ、天路歴帝っていうジョン・バンヤンの本はですね、第一に聖書をみんな読む、でも第二に聖書のように読むのが天路歴帝って言われてたんですよ。まあ、ぜひ皆さん方も英語に親しみたかったら、また日本語にもなってますので、読んでいただきたいと思います。たくさんの聖書の言葉が引用されてるんです、ここかしこにね。まあ、そういうことで私は前もって調べていって、まあ、同じそのお話を3回の分けたクラスでやってくれたんですよ。で、私は世話人になったから、1週間に水曜日、金曜日、土曜日、その3回の集会ずっと出たんですよ。それで高校3年卒業するまで、まあ、4年近くその出たわけですから、まあ、高校2年生ぐらいになった時にはもう先生のお話が分かってきて、そして通訳ができるようになってましたね。
まあ、それでアメリカのその進学校の大学院に留学した時も、まあ、特別英語の勉強もしなくても、まあ、講義がそのまま受け取ることができるようになってた。まあ、それでもですね、やはり大変ですよ。もう1週間に15冊ぐらいの本を読まなきゃいけないって言うんですよ。すっごい厳しいハードトレーニングですよね。まあ、その時にこのヤコブの一章三節の知恵に欠けるものがあるかと、咎めもせずに惜しみなく与えてくださる神に願い求めなさい、そうすれば必ず与えられます。これはすごい、まあ、御言葉の助けでしたね。だからイエス様、どうぞあなたが知恵でございますので、知恵ってならないように知恵をくださいって言ってですねそして、まあ、レポートをいただいたらね、A プラスって書いてあるんですよ。私はありがだから A かなと。で、なんでプラスがあるんかな。で、後で分かったんですけど、まあ、アメリカではですね、最高の95点から100点が A プラスっていうんですね。それで A というのが、まあ、90点から95点。そして Aマイナスというのが、まあ、85点から90点というようなランクになるわけですね。で、 B プラス B マイナスって、まあ、そして C っていうのが、まあ、60点台で、 F って言ったらもう落第なんですよ。まあ、F フェイリアって言ってですね、これはもう一度レポートを出し直さなきゃならないというようなことで、私は評価を憐れみによって A プラスをいただいてですね、本当に、まあ、神様がヤコブ書の一章三節の願いを聞いてくださったな、まあ、そのことを私は実感しておりますが、まあ、そのように、私たちは神様がイエス様を通して用意されたという恵みは必ず与えてくださる、ね、ですから私が聖であるからあなた方も聖なるものにならなければならないと言われたならば、必ずイエス・キリストにあって私たちを聖清いものとしてくださるということですよね。ですから私たちはそれを明確に自分のものとして受け取っていく。そのためには自分の方から人間中心とか罪を犯す性質とか情欲とかこの世というものを全部明け渡して、神様あなたに全部明け渡します、そしてあなたを全面的に信頼します、そしてあなたと共にこれから信じ続けて歩んでいきます、まあ、これが清めを体得するものですよね。まあ、そうすることによって私たちは、まあ、一章の17節から21節の中で特に恐れかしこんでいきなさいと、聖なるものになる、第二は恐れかしこんでいきなさい。この昨日も申し上げた通り、恐れるっていうのは恐怖心じゃない。私たちは、まあ、異教の国の信仰っていうのはみんなこれをしないと刑罰が来るというので恐れて、まあ、信仰する。でも私たちは恐れるっていうのは、これは恐怖ではなくて恐れかしこむということですね。まあ、ベンゲルというドイツの聖書学者は、コンスタント・リアライゼーション・オブ・ザ・プレゼンス・オブ・ゴッド、コンスタント、絶え間なく、ね、リアライゼーション、はっきり自覚していく、プレゼンス・オブ・ゴッド、神様の御臨在、ダビデは、私は私の目の前に神を置きましたと言ってますよね。まあ、そのように神様をいつでも意識して、目の前に見て、生きる、これが恐れかしこむ生活。これはテモテの第一の手紙の4章7節では、これは経験と訳されてますね。経験、まあ、そういう意味で私たちは清い生活を全うしていくために、この臨在信仰、経験の生活、これが必要です。もう一つは、私たちが神様から愛された、しかも神様の愛はアガペーの愛、ね、東北では
相手を侮辱するっていうのはアカンベーってこう言うんですけど、アカンベーじゃない、アガペー、ね、これはアカンベーをしないと、お前は別だと、お前なんかはできないとこう言うんじゃなくて、アガペーはそのまま受け入れて、そして私たちをキリストのもとに導いてくださいます。でこういう愛を私たちは受け入れましたから、その通りに生きていく、まあ、神の言葉、主の言葉、福音の言葉を持って生きていく、まあ、こういう生き方というものは私たちに、まあ、私たちにペテロは結論としてこの2章の9節10節に、あなた方は選ばれた種族、主である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためである。とあなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、主は憐れみを受けています。まあ、これはホセア書を通してゴメルとの間に3人の子供が生まれましたけども、全く私の子じゃない、憐れみの子だ、ね、憐れまない子供だ、可愛くない言葉子供だって言われましたけども、もう一度ゴメルをこのホセアは買い取って、そしてもう二度と私から離れないでくださいと。その時神様はもうあなたの子供の名前も変えなさい、で私の民、愛する者、憐れみを受ける者というふうに名前を書いていただいた。まあ、そのように私たちも全ての中からこのようにして選ばれたものになって整えをいただいた。まあ、見事に私たちはそういう存在となったんですね。またはそういう 人格、品性をいただいたものになったと。まあそこで大きな第2のトピックはこの2章の11節からですね、愛する者たちという呼びかけの中で、4章の、11節までの間にこの神の誠の実践というところに移っていきます。すなわちビーイングでこのような存在となった、まあ、こういう霊性を持つものになった、そういう人格や品性を与えられた。だから今度はビーイングからドゥーイングに、いわゆる存在から行為へ移っていかなければならない、これは当然であるということですよね。そのようにして、第2の大きな項目はレジュメの11ページにあるように、神の誠の恵みの実践ということであります。まあ、そこで、昨日最後の時間に申し上げた通り、3つの言葉が鍵となります。1つはこの2章の、11節から3章12節の中で、立派な振る舞い、ね、この新改訳の2017年度版の訳では立派に振る舞いなさい、文語訳では美しい行状者、ね、美しいという風に訳されております。でギリシャ語ではカロスという言葉が用いられています。まあ、立派または美しい、
整えられているという、これは人間の内側がそのように整えられているので美しさが外に現れてくる。まあフランスの美容専門者がですね、美しい顔は一にも二にも美しい心の持ち主から出てくる、どのようにメイクアップするかというよりもまさにその人そのもの、それは内側にある人格品性が外に出てくるということを、まあ、言ってますが、カロスという言葉はまさにそのことであります。で、もう一つ三章十六節で言われているこの言葉は、アガソスという言葉が用いられております。まあ、潔白とか正しいとかいう言葉であります。でこの三章の16節、2017年度の新改訳では健全というふうに訳しております。まあ、これも、カロスと同じように内側が整っているためにそういう健全さが外に現れてくるという言葉であります。で、立派な振る舞い、健全な良心、そして、4章の 10節では良い管理者、2章と4章に用いられているのがカロスという言葉で、3章16節がアガソスという言葉です。まあ、どちらも内側が整っているので行動もそれに従って美しい、立派、潔白な、良いという流れになるわけですね。ですからこの2章11節から4章11節までの神の誠の恵みの実践者というのは、この3つの鍵の言葉で立派な振る舞い、正しい良心、そして良い管理者になると。そうすれば私たちの全ての生活の中で神様の恵みを実践するものになるということです。で、ペテロの説明はですね、それぞれの項目の中で一つのパターンがあります。一つは動機、その私たちは普通どんなふうにできたかという行為という時に、どれだけうまくやれたかというところに強調点がいくんですが、神様の誠の恵みの実践についてここで評価する第一は動機なんですね。まあ、小さい可愛らしい娘さんがいらっしゃいますけど、だんだん大きくなってくると、お母ちゃん私お手伝いするって、ね、でもねまだちょっと、お母さんがせっかくね天ぷらを作っていろんな材料を大きいお皿に入れて、そして、間もなくテーブルに持っていこうとするとき、お母ちゃんお手伝いするって言って、いやまだあなたはちょっと無理だから、いやする言ってがだなんてこうまあ行為としてはお手伝いするって言ったけど失敗したわけです。でもその時親は怒ることできないですよね。でお手伝いしたいという動機がきれいだからね。まあそういう意味でペテロはですね、私たちの行為というものについて動機はどうだったかということを評価してくれる。これは嬉しいですよね。私たちはそういう視点はあんまりありません。どれだけうまくやれたか、どれだけ実行できたかという、どれだけいい点数取ったかということをすぐ評価するわけですが、まあここで教えられることはそういう動機はどうだったか。2番目、そのイエス様はどういう模範を残されたか、イエス様の模範、そして第3番目にどのように私たちに適応するかという動機、
模範、適応、まあ、この3つのラインで立派に振る舞う、正しい良心を持つ、良い管理者になるということを教えてるんですね。非常に参考になります。では第一の立派な振る舞いの動機ということでありますけれども、2章の12節を見ると、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい、そうすれば彼らがあなた方を悪に呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして、神の訪れの日に神を崇めるようになりますと書かれてますね。まずここで12節の最後に、神の訪れの日に神を崇めるようになります。訪れの日ということはキリストの再臨です。キリストの再臨の時に私たちの行動のすべてがどういう動機でやったか分かってくる。で、私たちはすぐ結果を期待しすぎます、急ぎすぎます。これをやったからこういう結果が出るはずだ、それは人間的な、この世的な計算ですね。で、後でペテロ第二の手紙の方で言ってますけども、神様にとっては千年も一日のようであり、一日も千年のようである。まあイエス様が生まれて今年2022年と言いますけど、もし千年のスパンで千年は一日のようって言われたら、まあ2日の真夜中という感じですよね。まあそういう意味において私たちは神様のタイミングと人間のタイミングは相当の開きがありますね。でも私たちはどんな行動も最後的にイエス様が評価してくださるということを心に重んじて行動していく。最後はイエス様が必ず評価してくれる。第2番目に2章の13節を見ると、人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。まあイエス様も馬小屋の誕生をされ、30年の大工の小せがれを生活して汗水流して働かれました。まあイエス様でもこれほどへり下って従われたんですね。だから主のゆえに、どんなことを無理難題を言われても私たちはいつでも主のゆえにそれをするということです。第3番目、2章15節を見ると、善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心だからです。神様の御心のゆえに私たちはこれを言ってる、やってるということで、神の御心のゆえです。そして第4番目に2章17節、すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、主を敬いなさい。まあ、ここに神を恐れ、まあ、先ほども臨在生活、神様を目の前に置いて、そしてすべてを判断していく。まあ、ですから私もクリスチャン生活を75年、特に、イエス様に 100% 心を明け渡した1956年6月6日を通して、それ以来もう他の人に何を言うべきか、すぐ目の前にイエス様を意識して、イエス様だったらこのことをどう言うだろうか、どう判断するだろうか、どんな反応をするだろうかということを瞬間的に、まあ、考えて、そして自分の言葉を選びながらその人に対処するというのを、これは練習ですよね。確かに、まあ、梶川先生から2学期は成熟を目指しましょうと言われましたが、まさにこれは積み重ね、練習ですよね。お子さんがいらっしゃるけど、本当に今は手がかかって、金がかかって、気にかかって、育てておられるわけですけど、まあ成長していくのは確かですよ。まあそういう意味において私たちはこの積み重ねていく、その努力というものを忘れてはならないと思いますね。そして第5に2章19節、もし誰かが不当な苦しみを受けながら神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることですと。不当な苦しみ、まあ
教会歴史の中においてローマ帝国がクリスチャン、キリスト教を受け入れる前はすごい迫害があったわけですよね。たくさんの殉教者が出ました。でも実はあの時よりも今現在が一番殉教者が多く出ている時なんですよ。中国、それから北朝鮮、中国はキリスト教会を迫害すると言ってますが、北朝鮮は教会を抹殺すると言ってるんですね。それほどの厳しい規制を取っています。またいわゆるカトリック王国のようなヨーロッパ、南米、そういう中で、プロテスタントの教会が迫害を受ける、共産主義の背景を持っているモンゴルとかネパール、一応1991年からソ連が崩壊して、キリスト教会に自由が訪れましたけども、迫害が人知れず行われて牧師が襲われる、インドでもかなり教会が焼き打ちになって、インドネシアでも、世界中でインドネシアはイスラム教国と言ってるぐらいですよ。そういう中で教会が焼き打ちされるとか、そういうことで非常な不当な苦しみを受けています。でも不思議ですね、そういうところこそ教会が成長してるんです。やっぱり周りの人々は本物だっていうことが分かるわけですね。11年前の東日本大震災、その結果被災した地域の教会は7倍に増えてる、洗礼を受ける人が5倍に増えてる、そして伝道書が5倍に増えてるんですね。それは自分たちのクリスチャンとしての生き様が本当に整えられたんですね。本当の愛は何なのかということを思い直し、伝道するということは今までは人が来ること、教会に集まってくること、これを願っていたけど、被災した地域では教会がもう潰れた、流された、なくなってしまった、そこで信徒の方々の家々で集会を分散してしなきゃならなかった、そして日頃集会って言ったならばもう日曜日という定例の集まりでした。でもそういう人々の都合によって日曜日だけじゃなくて、もう月火水木金土、そのようなウィークデーにも都合のいい時をみんな与えられて、それぞれに集まりがなされてくるようになった、そういうことで積極的に人々との関わりを持って、涙を流し泥かきをし、食事を持っていく、お水を届ける、そういうことを通して、周りの人々が何が本物か分かってきたわけですね。そういうことで、まさに不当な苦しみを受けながらも神に喜ばれることを耐えて、このことをしてきたと、そして、2章の19節の中では良心のゆえにってね、神の御前における良心と、後でも健全な良心というところで出てくるんですけども、良心という、レジュメの14ページ見てください。14ページにこの3章16節の中で、柔和な心で恐れつつ健全な良心を持って弁明しなさいとあります。で、良心という英語はですね、コンシェンスという言葉が
この良心という言葉です。でこれは本来ですね2つのラテン語から派生した英語です。でコンというのは何々と共にということです。でもう一つはサイエンスですね。これサイエンスっていうのは科学する。ないないと共に科学する、まあそういう言葉が一つに合成されてコンセンスという良心という言葉が出てきたわけですね。で人間は何をもっていろいろ判断したり、理解するか、3つの根拠があります。一つは経験ということですね。いろんな人生の経験を通してその経験の中から自分が判断していく。だから経験する領域が広ければ広いほど私たちは広い視野から判断ができるようになると思いますね。第2番目にその知識を持って判断していくわけです、まあ、そういう意味において私たちもいろんな領域の知識を重ねるということは判断力を増すわけですね。でもどうしても人間のその経験とか知恵、知識というのは制限があります。何でもかんでも完全に、経験するということはできませんよね。でももう一つ第3番目、すなわち神様と共に科学して判断していく、これは一番の素晴らしい結果を生み出しますね。まあ、そういう意味においてこのもう一度前に戻って、神の御前における良心の恐れを持って、まあ、神様だったらどう見るだろうかという心構えで全てを受け入れ判断していく。もう一つ最後に2章の20節では、2章の20節、罪を犯して打ち叩かれそれを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受けそれを耐え忍ぶならそれは神の御前に喜ばれることです。だからもう一つは神様に喜ばれることはどういうことだろうか、まあ、そういう動機で私たちは行動に移っていくと、まあ、ここに、6つの動機が挙げられております。でそのような動機を模範としてイエス様はどうだったろうかというのが2章の21節から25節にイエス様の模範が記されています。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなくその口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためその打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。まあ、ここにイエス様の模範があります。で後に2つの模範がまた出てくるんですけども、全部イエス様の十字架の姿が書かれてるんですね。でこの2章の21節から25節のイエス様の十字架というものを見るとですね、中身は2つ明確に強調されてますね。一つはですね、なぜイエス様があのような苦しみの中にあってもですね、動じないで救い主として犠牲を払うことができたか、それは23節の一番最後に正しく裁かれる方にお任せになったって書いてあるんですね。お任せになった、これは絶対依存ですよね。まあ、他の人がイエスよお前は神の子だろって、そんならなんでこんなふうにね惨めに殺されてるのか、
お前は力があるんだろう、だったら降りてみろ、ね、まあそのようなあざけりもありました。できることだったらそうしたかもしれない。しかしイエス様は神様っていうお方に、今私はこんなに馬小屋で誕生して大工の小せがれを30年やって、公の生活をやって、ついには十字架だ、もう初めから終わりまで踏んだり蹴ったりのような人生ですよ。いわば外側から見れば、人間的な評価をするなら何のいいところもない、ね、でもイエス様はなぜそのような十字架にあえて行くことができたか。それは絶対神様に依存された、お任せになった。自分の方から理屈を言わない、報復をしない、仕返しをしない、神様が全部分かってくれるから。で、最終的には神様はイエス・キリストが死んだ後葬られて3日目によみがえらせられたんですよ。裏切らなかったんですよ。どんな人間もありえないことをイエス・キリストに神様は報いられた。そのゆえに今全ての名に勝る高い名を天上においていただいているわけでしょ。神様への絶対依存の姿。もう一つは何でしょうか。それはこの24節に、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われたと。その身に負われた、これは絶対の身代わりです。絶対の身代わり。神様が私たちの行動の中で美しいと言われるとすれば、このようにイエス様の模範、神様に絶対依存して、そして神様の前に身代わりとなると、まあ、それが私たちへのイエス様の模範です。では第3に、レジュメの12ページに適用、こういうイエス様の模範を私たちはどういうところで適用するだろうか。そこで2章の11節に、愛する者たち、私は進みます、あなた方は旅人寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいと。だから魂の戦いの中で、まあ昨日申し上げた通り、クリスチャンがこの世に生きていくということは、いつでももうそのこと自体が戦いです。この世から私たちはイエス様のもとに立ち返りましたから、もうこの世は憎むわけですよ。私たちはそういう戦いの中で生きていくんだ。しかも12節では異邦人の中にあってと書いてます。周りは誠の神様を知らない人々です。私たちは現実に厳しい、そういう神様を知らない人々の中で生きてるんですよね。だから私たちがどのように振る舞うかということは非常に大切なことです。第3に、13節から17節の中で、この世の制度、そしてこの世の為政者という、この世の立てられた制度に私たちは従っていかなきゃいけない。交通違反をしない、まあ、私は、恥ずかしい話ながら、1971年まで、交通違反をして5回捕まっております。最初 の4回は日本で、全部スピードオーバーです。でも4回目の交通違反はですね、アメリカで、まあ、遠征までしてやってるわけです。で、ある時、まあ、そのフラーの進学大学院で勉強して、もう間もなく帰るという段になって、お友達が、あるいは先生、ごちそうしますって言って、めったに行かない高級レストランに来なさいって言われたんですよ。だから、ああありがとう、出かけました。ところが行き慣れてませんのでね、はっと気がついた、別な逆な方向に向かってるのに気がついて、あ、こっちじゃなかった、向こうだな、じゃあ次の交差点で U ターンしようと思ったんですよ。ところが U ターンしかかって、サインが目に入ってるんですよ、ここは U ターン禁止。
でももうそこがね、私の不徳のいたすところで、それでもう U ターンしかかったからやっちゃえと思って、あ、そう、今規則に従いなさいって言いますから、ここでここで、まあ、次の時から次の時間に、それをお話しさせていただきます。天の父様、私たちが神の誠の恵みをいただいたものとして、それをどのように実践すべきか、そのことを私たちは今学んでおります。美しい行いをすることができるように、しかもそれは動機で判断する、しかもイエス様の模範がある、だから私たちはイエス様に習ってそれをする。私たちは多くのまだ至らないところがありますけれども、いよいよ我らを正しく整えて天国を明かしする世の光、地の塩として、いよいよ育ててくださいますように、続いての時間待ち望んで、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。泣いてくる。それではハレルヤ賛唱しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。イエス様に大きな賛美なくしをくれましょう。イエス様のあとは愛します、あなたを信じます、あなたに従います。前後左右お互いを拍手で歓迎しましょう。よくできました。はい、ハレルヤ。あなたの皆を賛美します。尊い御言葉を、霊感されたその御言葉を、同じ聖霊様によって私たちのうちに解き明かして、得得させ、体得させ、マリアのようにお言葉通り好みになりますようにと、あなたの奇跡を本当に体得できるようになお導いてください。これからの時間も見て委ねつつ、背後で祈って捧げてくださる方々にあなたが豊かに報いてくださることを信じ、イエス様の御名によって合わせてお祈りいたします。アメン。現在の学びのところは、まあ、レジュメの12ページになっています。そして、この2章の11節から4章11節の流れは、まあ、神の誠の恵みの実践ということで、私たちが神の恵みを体得したならば、私たちの人格、品性が整えられますね。で、整えられた品性、そういうビーイング、そういう霊性、そういう存在から行動に移していく、ビーイングからドゥーイングに私たちが移行していくわけであります。まあ、そういう中で、ペテロは3つの鍵の言葉を用いて、まあ、立派な振る舞い、これが2章11節から3章12節第2が正しい良心、または健全な良心を持ちなさいということで、3章13節から22節まで、そして第3が良い管理者となりなさい、4章1節から11節で、その勧めの中身は3つ。1つは動機、どういう動機でするか、どういう行いをあなたはしていますかって言われるとちょっと恥ずかしいです。でも、どういう動機でやってますかって言ったら、私たちは心を込めて、あなたに従っていますということだったらですね、これはイエス様が受け入れやすいことですよね。まあ、でもよく心込めて歌おうっていう言葉なのにもかかわらず、心込めて、全然心がこもってないですよね。まあ、それは嘘になるわけですよ。まあ、ですからお言葉通りっていうのは非常に大切でございますけども、まあ、そのような動機、そしてイエス様の模範があった。で、このイエス様の2章21節から25節の模範の十字架の姿は、2つの鍵の言葉が用いられている。1つはこの神様にお任せになった、絶対神様に依存して自分の方からは理屈を言わない、また報復しない、まあ、ともすれば私たちはやられたらやり返すというね、そんな感じになりますけど、お任せすると、神様に絶対依存、もう一つ自分の方が犠牲になると、身代わりになると、まあ、これがイエス様の模範ですよ。で、それに対して適応、第3が適応、それが
2章11節では魂の戦いの中でというのは、クリスチャンという存在そのものが悪魔から嫌われているし、世の中はそのキリストと違う生き方を考えて行ってますから、もうクリスチャンというのは魂の戦い、いつでも心の中にそういう揺さぶりがかかっているわけですよ。しかも神様のことを知らない異邦人の世界で私たちが生きていくわけでありますね。まあそういう中で、あなたはこの世の制度に従いなさいと、また異性者に従いなさいということで、違反の話を先ほど最後しかかったわけで、カーンとなったわけでございますよね。で、アメリカに行って1971年2年勉強して、まあ、間もなく帰るという時に、お友達から有賀さん、送別会をしてあげるって言ってて、まあ、特別な高級レストランを言ってくれたわけです。まあ、それは横目で、いつでも睨んで通っていただけで、行ったことはなかったので、まあ、よく道を間違えて次の交差点で U ターンしようと思ったわけです。そしたらサインが目について、ここは U ターン禁止ということですけど、もう U ターンしかかっちゃっておりましたから、してしまおうと思ってね、その時に運悪くですね、パトカーが向こうから来たんですよ。それで見つけられて、と鳴らされてですね、ストップ命じられて、で、びっくりしましたね。で、あなたは、でアメリカの警察は2種類あって、直ちに切符罰金を課するという権威を持った警察と、市の警察はそれまで決められないんですよ。だから違反切符っていうのを出すわけです。で、違反切符の方が面倒くさいわけです。見てみたらね、被告人はもう被告になってるんですよ。被告人は何月何日交通裁判所に出頭を命ずると、でそこで罰金刑が決まるってこういうわけで、いや面倒くさくなったなと思ったけどね、家に帰って調べてみたら、私実は日本に帰る前にアフリカに日本代表として参加するその研修会があったんですよ。それでもろにその期間中なんですよ。そこで私はね、手紙を丁寧に書いて、裁判長殿、何月何日にこういう出頭を命じられましたが、私は日本代表でこういう研修会に出なければなりませんので、できれば許していただきたい、もしできなかったら改めて何月何日に帰ってきますから、その後にお願いします、いいお知らせを待ってます、と言って私はアフリカ行ってしまったんですよ。まあ、そうしたらアフリカに着いて3日後ですよ。なんと警察署から手紙が届いたんです。その時思い出した御言葉は、罪は必ずお前を見つけ出すという言葉だったんですよ。本当にジャングルの中に隠れてみても罪はこうして追及される、逃れられないということをね、感じましたけど、開いてみたらね、許すわけにいかん、あ、そうだろうなと思った。で改めて日にちを決めていただいた。で帰ってから行きました。恐る恐る行ったらね、私一人じゃなくて同類校が30人ぐらいいました。そしてね、その法廷で、始まる前に係の方が、ここにおいでになった方は全員有罪の方です、罰金刑を言われます、まあアメリカには罰金に税金もかかりますから、もうそれだけで終わるとは思わないでください、気に入らなかったら上告してください、しかし上告すればかえってお金がかかりますと、どっちにしても悪いやつ、まあ、そこで、一人ずつ裁判長の前に出てね、まあ、何月何日こういうことがあった、罰金いくらって言われてたんですよ。で私の番になりましたね。有賀さん、あなたは、何月何日 U ターン禁止のところをあえて U ターンしましたね、何か言いたいことがありますか。はい、裁判長殿、申し上げます、私の免許証は国際免許証ではありません、アメリカに来てから法律を学んで、テストを受けてアメリカで発行していただいた免許証です、今まで交通違反は一切しておりません、あの時は完全なうっかりミスでございました、どうぞ情状酌量をお願いします、こう言ったんですよ。そしたら、あなたはアメリカに来てどのくらいですかと、1年と数ヶ月です、
1年と数ヶ月にしてはお前の英語はうますぎるって言うんで、どうしてですかって、いや日本からたくさん学生が来て違反をして、そして法廷に来て何か言いたいことがありますかって言ったら、まともにあんまりねって言ってですね、言えないのにあなたはペラペラと言ったじゃないですかと。いや1年ちょっとぐらいにしてはちょっと信じられないですよ。あ、そんなら申し上げます。今おさる1947年12月31日、私は仏教徒でありまして、お友達が死んで、そしてお葬式に行って、お坊さんがこの子は長い旅に出ますということを通して、ふっと私は死んだらどこへ行くだろうということを疑問に思って難行苦行しましたけども、お坊さん神主さんがその結果は死んでみなきゃわからんというから、私は鉄道に飛び込みました。まあ、そしたら誠の神様は私をそのように憐れんで、まあ命を救ってくださったんですけれども、やがて12月31日大晦日の晩に、私はお寺に向かっていたのにクリスチャンの方に出会って教会に行って、スウェーデンの先生を通して私はイエス様を信ずることができました。でこのスウェーデンの先生がお友達を連れてらっしゃいっていうので、私はたくさん連れて行き、そして3つの聖書クラスで英語を教えていただいたので、みんなもし少しでもお話ができるとすれば裁判長殿、神様と宣教師のおかげなんですってこう言ったんです。そうしたらなんと裁判長がですね、無罪放免罰金なしって言うんですよ。ジェジェジェって言うんですね。でその時ですね、裁判長が使ったことはノーコンデムネーションって言ったんですよ。ノーコンデムネーション、あれ聞いた言葉だなって。ロマ書8章ロマ書8章の一節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。ここで罪に定められることは決してありませんと訳されていますが、英語の聖書ではノーコンデミネーションなんですよ。なんと聖書の言葉が法廷用語になってるんですね。ノーコンデミネーション、あ、聞いたことがある、と思ったんですね。その時私は本当にイエス様の十字架の許しというものが本当にすごいことが分かったんですね。で私は結局その違反を許していただいて、ノーコンデミネーション、まあそれ以後はずっと交通違反しておりません。1972年以降ね、その時以来ずっと私は無事故無違反でやってきております。まあ、何を言いたいかというと、やはり本当の方向転換をして、今まではまあ急いでるんだからって言ってね、まあそれにことをかけてスピードオーバーして捕まって罰金払わせられたわけですけど、ああやはりキリストにあって生きているこの世にあっても、やはりこの世の法律に従って生きていかなきゃいけないっていう一つの模範になるように、まあですから私も税金を払う、所得税を払う、まあ、世の中ではいろんな所得をごまかしをして、そして税金を逃れようとしてますけども、クリスチャンとしてやはりまあこの税金がですね、まあ今度元安倍総理の国葬に使われると、まあ、合計すると十何億という、私の税金からそんなに、絞り取っといて使うのかって言って、まあ、半ばちょっとムカッとする感じのことでありますけれども、まあ、国のために自分はそういう意味で、貢献するということで、この世の制度に従っていくということは大切ではないかという心でおるわけですよ。でもう一つはこの2章17節の中で自由人としてと書いてあるんですね。2章17節、すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさい、特にですね16節、
自由なものとして、しかもその自由を悪の言い訳にせず神のしもべとして従いなさい。まあ、私たちは、自由になりましたということは、この世の生き方から人間中心、物質中心、快楽中心から神様中心、信仰中心で生きるようになりました。だからこの世の今までの生き方から自由になったわけですね。自由になったからといって自分勝手ではない、神のしもべ。まあ昨日愛の奴隷っていう話しましたね。イエス様は詩編の40編の8節の前、6節7節の中でイエス様がこの世に来られる時に、あの私の耳を開いてくださいましたということは、私の耳に穴を開けてくださいましたということは、7年を迎えた奴隷は変えることができるわけです。でもその間に、ご主人から女性を紹介していただき、結婚して子供も生まれ家庭も持った。そこで自分が自由になって変えるということは、自分一人で変えるわけですよ。というのは奴隷という身分は全く全部主人の所有物なんですよね、自分も含めて。だから自分だけが変えるということになるわけです。でも自分の奥さんを愛し子供を愛しているという人は、分かりました、これからは今までお金で奴隷となりましたが、これからは自分から進んで愛の奴隷としてあなたにお仕えします、それならばと言ってご主人が柱のところへ連れて行って耳に穴を開け、まあ、それが愛のしもべと言われていた。まあ、イエス様がこの世に来られたということは、私の耳に穴を開けた、すなわち自由であるけれども、自由のゆえに神様を選んでこの十字架の道を生きるためにおいでになったイエス様の姿勢がそこにあるわけですね。ですから私たちはそういう意味でペテロは自由人であるけれど神に仕えるしもべだ。まあ、自由と奴隷というのは相反する表現ですけども、皆さんお分かりになるでしょうか。悪魔、この世、人間の物質中心、快楽中心からイエス様と共に生きるように移り変えた、新しく作り変えられた、自由になった。でも与えられた自由を神を愛し人を愛する、そのゆえに神に仕えるしもべとなったと、神様の御心に従うものになった。まあ、こういう生き方に適応するということですね。で、まあ、ここにレジュメにありますけれども、すべての人を敬う、兄弟愛、そして神を恐れて王を尊ぶ、ということが言われておりますけれども、どうして私たちはすべての人を敬う必要があるでしょうか。まあ、ここに4つの理由を挙げてますね。一つは神様の創造のゆえです。まあ、私たちは十人十色と言いますよ。で、誰一人としてハンデ押したような同じ人っていうのはいないんですよ。もう方向四辺形のような、四角のような、六角形のような、八角形のような、 円形、逆三角形とか、まあ、いろんなスタイルがあるわけで、というのは神様が一人一人を作ってらっしゃるんですよね。だから私たちは自分で気に入らないと思ってはいけないわけで、まあ、第2番目にその魂の価値のゆえに、その外形ではなくてその人の持っている魂の尊さ、そこに意味がある。だから私たちはどんな人をも尊ぶ必要があります。第3、神様が人間に創世記の一章の中で、神様はご自分の形に似て人を作られたと言っていますね。すなわち神の形として人間を作られた。で、神の形っていうのはそこに知性がある、愛情がある、そして意志の働きがある。まあ、これは
人格というものですね。だから神様は私たち人間を神の形として作られたということは、神の人格を私たちのうちに移して、知性、愛情、意志という働きを持って私たちを作られた。だから私たちは尊い存在である。で、産めよ増えよ地に満てよと神様は私たちに祝福されたわけですよね。で、また私たちは一人一人国民としてその国を立て上げていくという責任があるわけですよね。まあ、そういう中でこの良きサマリア人のお話が、この4つの福音書の中のルカ福音書の中に記されておるわけですけども、まあ、サマリア人というのはユダヤの国の北部地方が、そのイスラエル、そしてサマリア人の中間、そして南の方がユダ族という人々に、まあ、ソロモン王の結果分裂したわけですね。北王国と南王国、そしてその中間がサマリア地方だったんですよ。で、より神様に忠実を誓っていたのが南の方のユダ王国です。で、北のイスラエルの人たちは、まあ、ユダほどではなかったんですね。でも一番中途半端だったのがこのサマリア地方の人だったんですよ。だからユダの人たちはこのサマリアの人を軽蔑していたわけで、物語がイエス様から言われたんですね。このエルサレムからそのエリコの方に下って行こうとした途中で追いはぎにあった、そして半殺しにあった、ひどい目にあった、傷つけられた。そこにレビ人が通った。レビ人っていうのは世襲的に祭司になる、神に仕える人です。ところが、まあ、その傷ついた人を見て見ぬふりをして脇の道を通って行ってしまったんですね。その次に祭司がやってきた。祭司は文字通り神と人との間を取り持つ人でありますから、当然助けてあげるはずです。でも助けなかった。そこにサマリア人が通りかかった。サマリア人は傷ついた人を見て憐れんで、そして解放して、その人を抱えて、そして次の町へ行ってその治療費を出して、どうかこれで治療してあげてください、私は帰りにもう一度寄ってもし必要があったら足し増しをいたしますから、と言って解放した。で、イエス様はこの話をして、誰が一番隣人になりましたか。まあ、これはいわゆる解放した人ですよね。で、立場的にはレビ人、祭司は当然するはずです。でもしなかった。でもサマリアは軽蔑されて見下されていたにもかかわらず、このような愛の行為をした。まあ、そこで、私たちの本当に考えるべきテーマがあるということですよね。まあ、どれだけ私たちは形式的になっているか、ね、表面的に自分たちを神に近づいているものとして神と共に生きていると言いながら、そう本当はしていないと、まあ、偽善者のような形になりますね。まあ、そういうことで、敬う以上にさらに兄弟愛を増し加えていく、神を恐れて、またその指導者を尊んで取りなしをしていかなければならないということが、この12ページのレジュメの中身であります。で、13ページにもう一つですね、3章の1節から7節を見てまいりますと、ここに私たちの具体的な歩みの中で、夫婦関係について、言っています。3章1節、同じように妻たちを自分の夫に従いなさいと。そしてこの7節、同じように夫たちを妻が自分より弱い器であることを理解して妻と共に暮らしなさい、尊敬しなさいと言っていますね。聖書の順番というのは面白いですね。
やっぱり家庭夫婦のその鍵を握る人は夫より妻なんですね。だから妻よ夫に従いなさい、夫よ妻を愛しなさい。世の中は逆なんですね。夫が奥さんから愛されたいと思ってるんですよ。甘えるなって言うんだ愛するっていうのは夫が妻を愛するんだ、ね、もう仕事一日やっていろんなことがあって家へ帰ってきたから膝枕で寝休めて甘えるなって言うんだそうじゃなくて奥さんに一日ご苦労、ねね、膝枕でちょっと、休みなさいと言ってあげるのが夫が妻を愛する。ところが、まあ、聖書は妻よ夫に従いなさい、まあ、そう言っておりますよ。ところが、世の中では奥さんが夫に従ってもらいたい、逆なんですね。でも私たちはこのどうしてそうなのか、まあ、それは第一にレジュメにあるように一つは創造の秩序ということですね。最初にアダムが作られて、そしてアダムのあばら骨を通してエバが作られた。やはり神様のそのご計画の中で夫を立てる創造のその順位ということで、やはり夫を立てるということは尊重するということはここで創造の秩序である。でもう一つは新創造の秩序。結局神様の目から見るならば男性の方が女性より優れているとかその力があるとかというんじゃなくて、お互いがお互いを受け入れて共に神に仕えていくということを神様は目論んでいるわけですよね。だから男は男らしく女性は女性らしく生きていくということがここで問われているわけです。でもなかなかそれはできにくい。しかしここで誰でもキリストにあるならばその人は新しく作り変えられたものである、古いものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなったという新創造がありますから、私たちはそのようにして相手を受け入れ、また心から自分が謙遜になっていくことができるということですよね。まあ、そういう意味において私たちはお互いの心の中において純潔、また神を恐れて、また女性は女性としての着物とか飾り物とかそのような麗しいものを内側に蓄えながら、ね、まあ、節度を保つということが必要ですよね。まあ、それぞれの教会の流れの中で、まあ、私はどちらかというといわゆるホーリネス系の教会だったもんですから、もうできるだけ貧しい身なりをして、そして飾り物をつけないと。だから結婚した時に私はリングをもらわないで、で家内にだけあげたわけです。じゃあどうしてリングしてるんですか。それはアメリカに1963年に初めて行ったんですよ。で本田浩二っていう先生とお共して3ヶ月巡回伝道したんですよ。でそして、かなりあるアパートを経営していらっしゃるクリスチャンオーナーがおられて、その方のところに泊めていただいたんですよ。そうしたらある集会から帰ってきたらね、本田先生が、あれがお前注意した方がいいぞ、教会の何人かの娘さんがね、お前の指を見てたぞって、でリングがないから、ああ見込んだなと思ったらしい、ちょっとね態度が違ったぞって、注意した方がいいぞ。でそうしたらね、そのアパートを経営している、奥様がね、あ、よかった、ちょうどねラウンドリーがそのアパートにあるわけですよ。でそのアパートに、住んでらっしゃる方もラウンドリーをするでしょうけど、まあ旅をしてきて、そして、たまたま洗濯をラウンドリーでするということで、ある時指輪が残されていたと。それで、お知らせをして、もうラウンドリーに指輪がありました、心当たりのある方どうぞ申し出てください。でずっと
もう半年もね残っていて、それある、有賀さん、もう多分これはね、旅をしている方がうっかり忘れて、そしてずっと行ってしまって、あと連絡がない、だからちょっとはめてみてって言われてね入れたんですよ。そうしたらなんか入ったんですよそうして、まあ3ヶ月の旅をして私家に帰ったんですよ。だから家内があれどういうわけというわけで、こういうわけって言ったら、ちょっとやめていただきたい、それは私がもう一度買ってあなたにあげますからっていうことで、まあ買い替えたっていう、まあそれで今のこのリングはそのラウンドリーではなくて家内からのものなんですけど、まあホーリネス系っていうとなるべく質素にということでね、まあそういう結婚した時にも最初は指輪を私はしなかったぐらいなんですよ。まあそういう形ではないんですけれども、できるだけ、まあ、そういう慎みを持つと、結局外側よりは内側の人、内なる人を整えるということが大事だと。特にヤコブの一章21節を見るとね、ヤコブの一章21節、まあ、女性の方にですね、この言葉を差し上げますけれども、ヤコブ、一章21節、ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい、御言葉はあなた方の魂を救うことができますと、まあ、ここで、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさいという表現がなされてますね。すなわち私たちの内側に、御言葉を読むとか単なる思い巡らしではなくて、御言葉に植え付けられるということは、マリアがお言葉通りこの身になりますようにと言った表現だと思いますね。まあ、そういう聖書に記されている真心を自分の心の中に植え付けていただいた、御言葉化したもの、そういうものとなりなさいということをここで言ってるわけですね。そして夫に対しては3章7節に、共に生活してわきまえて尊敬して生きなさいと、それは祈りが妨げられないためだ。まあ私は結婚して63年を迎えておりますけれども、まあ、結婚した時から必ず家にいる時は2人で一緒に祈りをするということをしてまいりました。まあマタイの福音書の中で、地にて2人の者が心を一つにするならば天の父はどんなことも聞いてくださるという御言葉があります。まあそれで少なくとも神様は夫婦の祈り、一致の祈り、この2人の心を合わせた祈りを聞かれるという大きな励ましをいただいて、まあ、ノートに記録して1年間に800ぐらいの祈りの課題を神様に申し上げます。そうするとまあ、80% ぐらいはその年の間に答えられるというようなことでね、まあ、2人で共に心を合わせて祈るという祈りは非常に、神様の栄光を表すものであります。皆さん方もやがて、導かれて結婚されたならば、2人で祈るという祈りはどんなに効果があるかということをね、でそうでないと祈りが妨げられるということですよね。まあ、そういうことがないようにと、ここで、夫と妻に対する教えが3章1節から7節にあります。もう一つは3章8節から12節は、まあ、お互い相互関係、まあ、お互いの人間関係の中で、どのようにしていかなければならないか、まあ、それは3章8節から12節まで、
最後に言います。ペテロはここで最後って言ってるけど、まだ5章まであるんですね。よく説教者が終わりにって言いながら、なかなか終わりがないというような、まあ、そういう癖はもう聖書の中にもあるわけでございますね。最後に言います。皆一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさい。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。うんぬんとありますが、そして、12節、主の目は正しい人たちの上にあり、主の耳は彼らの叫びに傾けられる。しかし主の顔は悪をなす者どもに敵対する。まあ、私たちは全ての人に対してどのような態度を取る人にも、このように、神様の目で、受け入れて取りなしをし、そして、祈り深く行くわけでありますけれども、まあ、ここで兄弟一つ質問、みんなも聞いてもいいという質問がもう一つありましたね。そこでどうぞ兄弟質問してください。なんか動機の話を先生ずっとしてくださっていて、で心の動機って自分でコントロールできないものなので、イエス様を受け入れて自分の心を変えてもらうことが大事だと思うんですけど、そのこう死聖女の生活とかお勧めされた本見てても、全く悪い気持ちにすらならないのが正常ですっていうのがクリスチャンの基準っていうのを言われていて、なんかこうもう少しそういうところがこうちょっとリアルに内側に入っていくには、まあ、どうしたらいいのかなっていうのをちょっと先生にお伺いしたいなと、はい、思います。まあそういう疑問に対して、また私たちがどのような態度を取っていかなきゃいけないか、で最終的には神様が全部知ってらっしゃるわけですよね。で神様はご自分がどう対処したらいいかも分かってるわけですよね。で私たちはこの地上において神様に変わるわけではないですけども、ある意味において世の光、地の塩となるという使命があるわけですよね。でそのために私たちはこの次のページの正しい良心、健全な良心というところで、まあ、説明がなおいくと思うんですけども、いわゆる先ほどもコンシャンス、良心という言葉はコンという言葉とサイエンス、コンというのは何々とともに、サイエンスは科学する、どう判断していくか、どう対処するか、でその時に先ほどの時間でも説明したように、一つの判断はその経験、いろんなことを経験してきて、その経験から割り出して、この人にはこういう言葉、こういう態度を取っていこうかという行動になるわけですね。でもう一つは知識ですね。多くの知識を、まあ、ですから一般的な知識と聖書的な知識と、私たちは両方持つ必要があると思いますね。聖書的な判断とともに、いわゆる常識と言われる世の中にはそういう一般道徳っていうのがありますよね。まあ、そういうわけで、まあ、クリスチャンは非常識になっちゃいけない、超常識と、まあ、その世の中の常識を神様の常識で私たちは考えていかなきゃいけない、まあ、そういうことで知識というものが私たちの科学する判断する根拠になると。でもやっぱり第3番目には、神様だったらどう対処するだろうかという考えで、その私たちは科学して判断していく。でこの神様と一緒にっていう時に、神様が本当に私たちにどう言葉を言い、どういう人にどう態度を表したらいいかという時に、私の失敗談を
一番最初の時間に言いましたように、神様のためって言いながら私は一番誰よりも早起きをして、そして誰よりも祈りを大声でして、一番先に祈って、それから勉強をして、質問をして、奉仕も一生懸命やっていたけれども、それは神様のためと名目上言っていながら、本音は自分の手柄を上げるということだったんですね。で、そういう結果、結核という病気になって、神様の前に私がしつこく祈ったけども答えがないというのは、そこで神様がすぐ答えたらもっと傲慢になるわけですよ。というのは、神様がお前きっと思うだろうと、俺の祈りが奇跡を生んだと、癒しを、そう思うだろうと、はい、バカお前、はいって言ったんだってこのまま卒業して新しい教会のないところに行って、魂がたくさん救われて街道が建てられたら、腕のいい伝道者だと思うだろうと、はいバカお前、はいって言ったなって。だから私たちが神様と一緒に考える、そしてどのように対処したらいいかということをするときに、自分の内側に自己中心とか情欲とかこの世っていうものが入ったまま神様に教えをお願いしても、神様は教えないんですよ。ということはみんな横取りしちゃう、栄光を横取りしちゃうから。で、私たちはしばしばですね、本当に反省するところだと思いますよ。一生懸命伝道している、一生懸命教会を作り上げている、一生懸命奉仕をしている、でも思うような結果が見えてこない時には、私たちは本当に神様 100% でやっているかって、神様を利用してるんじゃないのか、まあそこなんですよね。だからいろんなそういう出来事の中で、まあ昨日の一昨日の最初の時間で、まあ死聖女の生活という本を、まあ私は H.G. モールという英国の聖書学者が書いた小冊子で、本当に悟らされた。それは死聖所っていうのは、あの幕屋の一番奥のところ、しかも一般の人は入れない、祭司だけも前の聖所を入る、でも大祭司だけが1年に1回だけ、しかも地を携えてその隔ての幕を上げて入って神様の前に出る、まさに死聖所というのは神様オンリー、人間の全ての考えや行いを完全にゼロにして神様 100% の世界だ。で、ここで教えられたことは、己、自己中心、肉欲、情欲、この世というものを決して持ち込むことができない。それはガラテヤ書の中で、あのように三つの十字架に共につけると。そしてイエス様の 100% に、聖霊 100% に、神様 100% になる。まあそういう基準というものを私は教えられた。で、なかなかそうならないのが人間の業の深さっていうかね、人間のその現実ですよ。だから皆さん方に挑戦したいのは、どうかここで1年2年それぞれ学びます。でも一番大切なのは、この基準の中で本当に己が死ぬ、肉欲に死ぬ、そしてこの世に死ぬ、そして神様の前に私たちは全く十字架に共につけられたものとして、イエス様が 100% 掲示され、イエス様がうちに宿り、イエス様の姿が作られてくるという基準になって、本当に死聖所に入ることができる。そこで皆さん方にぜひよく時間を取ってですね、
自分が本当にそういうものになってるかどうか。でそういう中で神様と共に考えたら、もう明らかに何を考え、何を行い、何を行動に移していったらいいかということは神様の方からいつも明らかにされるということなんですね。まあ、イエス様が詩編の40編の8節に、我が神を御心に従うことは私の喜びです、あなたの教えが私のうちにありますと詩編の40編の8節に言われました。耳を開いてくださった、すなわち己というものは全くゼロですと、あなたの御心 100% で生きていきますという表明があそこにあるわけですね。だからイエス様は馬小屋の誕生もできたんですよね。普通だったらせめてこの世の王様の家にでも生まれさせてくださいと。でもイエス様は 100% 己に死んでましたから、馬小屋の誕生、そして命を狙われてしばらくエジプトで隠れた。やがてその王様が死んだからナザレに帰ってきて30年の大工の小せがれになったわけですね。まあそういうふうなことを通して教えられることは、本当に私たちがいかにどういうことを考えて行っていくかという、そういう前に私たちがどういう霊性、どういう人格、どういう品性になっているかということが大事だということなんですね。そしてイエス様 100%、 聖霊 100%、 そしてこの神様 100% で生きる限り、死聖所では神の御顔が必ず輝く、神の声が聞こえる、神様の直接の御業がここで私たちに伝授されるということなんですね。まあ、ペテロはそういうことを通して、私たちに明確にですね、そのような実践行動に入っていくようにと進めていらっしゃるんですね。まあ、ぜひ覚えて祈っていただきたいと思います。そしてこの、麗しい行状に、美しい立派な振る舞いに対して、第2番目は正しい良心を持ちなさい。これが3章13節から22節であります。でその第1番目の動機は13節から17節、善に熱心でありなさい。でこの熱心というギリシャ語はゼロテースという言葉なんですね。でこれは沸騰するという意味なんですね。で、まあ、有賀先生、どうして89歳になるのにそんなにね、元気なんですかと、いつでももうフルスピードでやってるんですかと、何か時にはこのぐったりすることがあるんじゃないですかと聞かれるんですけど、もう私は新学生の時にぐったりしちゃったんです。であとはですね、もう聖霊充満、御言葉 100%、 神様 100% で生きておる、どんな時でも神に依存して神様に、従って生きておりますので、やらにゃならんじゃなくてやらせていただく。まあ、この前、のりこ先生がワーシップでリードしてくださいましたが、本当に感謝と賛美を持って主に仕えようということでね、まあどれだけイエス様が私のためにしてくださったかということを覚えるならば、もう本当に湧き立つのが当然だと思いますね。まさにそういう沸騰するという、熱心でありなさい。で第2番目が3章15節、これが非常に大切な言葉であります。3章15節、むしろ心の中でキリストを主とし聖なる方としなさい。で心の中でキリストを主としなさいという言葉をある方はですね、イエス・キリストをアンパイアにしなさいという説明があるんですね。アンパイアっていうのは野球の時にそのホームベースの後ろにキャッチャーがいるわけです。そしてその後ろにアンパイアがいるわけです。でピッチャーが投げる、全部アンパイアが判定するんですね。投げる人が勝手にストライクって言えないんですよ。いやキャッチャーが受けてストライクって言えないんですよ。言ってますけど
ですけども、アンパイアはボールってね。でアメリカのベースボールでしばしばそのピッチャーが文句を言う、キャッチャーが文句を言うと退場って言われますよ。監督が怒ってですね、それはないだろうって言ったら、お前も退場なんて、まあ、アンパイアが責任を持ってる。だからキリストを心の中で主としなさいっていうことは、キリストをアンパイアにしなさい。アンパイアが全部裁定をする、これが正しい、これが悪い、まあ、そういう意味において私たちはアンパイアに抵抗してはいけないわけでありますよね。そうすることによって私たちは動機、いつでも神様を愛し、人を愛し、教会を愛して生きることができます。だからといって私はですね、私たちは3章15節の後半、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ここに私たちは不確かな状況の中でこの世に生きなきゃならない、戦いの多い中で生きなきゃならない、いろんな天変地異が起こってくる、不都合なことが起こってくる、ロシアがウクライナを攻めてやめないと、そんな不条理なことが起こっているけれども、しかし私たちには希望がある。イエス様っていう方は再びおいでになる、そして必ず全ての地上の悪魔の働き、そして人間の神に抵抗する悪しき行為、全部収めて、そして勝利させてくださる、そして新天新地を用意していらっしゃる。私たちが待っているのは世の中の破滅ではなくて神様による完成ですよね。ここに大きな希望があるんですよね、まあ、そういう意味において私たちは3章16節の中で、柔和な心で恐れつつ健全な良心を持って弁明しなさい。健全な良心、正しい良心、神様と一緒に考えていきなさい。そこで第2番目に模範がここで出てきます。3章18節から22節の中ですけれども、この18節、キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでしたということです。ということは、前の十字架の模範は絶対依存と絶対身代わりでした。ここで十字架は同じ十字架ですけども、何が強調されているか、それは死んだ、生かされたということです。身代わりになって神に私たちを導くためだとありましたけれども、その原理から言うならば、それは死んだ、生きた、死と生という対比です。イエス様の十字架はまさに死です。でもイエス様は3日目によみがえられた、生きる命です。ということは、イエス様の死というのは、この15ページのレジュメにあるように、罪のための死でした。一度限りの死でした。完全な義とされた方の死でした。愛の死でした。そして神様へ復帰させる死でありましたね。まさに私たちはイエス・キリストの死という現実によって、私たちの罪の許し、心の清めが成就したわけです。もう一つは、キリストは生きた、死からよみがえった、これは勝利ですね。完全勝利です。私たちはここでイエス様の模範は、肉において死んで、霊において生かされたという、この二つの原理です。私は先ほど言ったように、死生所の生活では、己に本当に死んで、霊において 100% 生かされる、まあ、これが私たちのイエス様の模範であるということです。そしてレジュメの16ページにありますように、私たちはまさにイエス・キリストにあるところの復活の勝利の宣言、まあ、ここで一つ皆さん方にお伝えしたいことがあります。それはこの19節に基づいてですね、
人間は死んでからもう一回救われる可能性があるんじゃないかという神学があるんです。これをセカンドチャンスというんですよね。私たちは聖書の中で、まあ、今まで理解していることは、生きている間にイエス様に出会って悔い改めて信じるなら救われる。で、死んだ後は聖書はあまり明確にしていないんですよ。まあ、そういう中でね、このその霊においてキリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されました。で、ここで宣言というふうに2017年の版は訳してるけど、福音を述べ伝えたという訳もあるんですよ、前の。そうすると、あ、イエス様は読みに下ってる人にもう一回救いのメッセージをしたのかなという理解があるんですよ。そうすると死んだ後にもう一回福音を聞くんじゃないかという可能性があると思われるわけです。で、私たちはしかし常に聖書というものの理解はコンテクスト、文脈というのが必要です。で、その後にありますよね、20節に、かってノアの時代に箱舟が作られている間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにですと説明があるわけです。だからずっと全ての時代の読みにいた人に対する宣言じゃなくて、ノアの時代にあの洪水で滅んだ人に対してイエス様は分かったでしょって、ノアさんが言っていた通りになったでしょって、あなた方はノアの言っていた通り箱舟に入らなかった、だから滅んだんですよって、まあそう言ったというわけですね。だからその文脈を見ると、全ての読みに下っている人にイエス様が宣言するんじゃなくて、これはノアの時代に滅んだ人々に対するイエス様の宣言である。そういう面から見るとセカンドチャンスがあるとは言い難い。まあそういう中で、このセカンドチャンスという問題に関しては絶対ないということもできない、絶対あるとも言うことができない。ということは、そういう領域は聖書の中で明白に言っている時と言っていないところがあるということを理解する必要があります。明確に言っているその部分は、生きている間に福音を聞いてイエス様の前に罪を悔い改めて信ずる人は確かに救いを得るということははっきり言ってます。でも、イエス様を知らないまま亡くなった人に対する対処ということについては、まあ、使徒の働きの手紙の中において、ローマ人への手紙の中において、それは自分の良心に従って裁かれると書いてあります。でも良心というのは個人差がありますよね。ですからそれは決定的とは言うことができません。一番よく知っているのは神様ご自身です。だからそういう領域に関する事柄は全部神様次第、神様にお任せをする。まあ結論として言うならば、セカンドチャンスが絶対あると言ってもいけないし、絶対ないとも言ってはいけない、それは全部神様にお任せをするということが正しい理解ということですよね。はい、時間が参りましたので、また明日につなぎます。天の父様、こうして神の誠の恵みの実践という面で二つの方面から見てまいりました。どうか立派な振る舞い、潔白な良心、私たちは、私たちの心が 100% 神様のものになりますように、血潮を注ぎ聖霊によってそのようにけじめをつけて、私たちもキリストの十字架に、私の身代わりになったという十字架と、私自身が共につけられて、もはや私はゼロ、イエス様が 100%、 聖霊様 100% になりますように、私たちを徹底させてくださるようお願いいたします。続いての学びのためにも信じ、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。